札幌市では463人、旭川市で250人、いぶり館内で279人などとなっています亡くなった方は5人ですこれまでに発表された新たなクラスターは9件です札幌市の介護老人保健施設や医療機関、そしてグループホームでは12人の感染が確認されていますまた、石狩館内の高齢者施設では16人の感染です きょうの感染者は前の週の火曜日を500人ほど下回っていますが引き続きの感染対策が必要です。